新型コロナウイルスに伴う緊急リポート。今回は外国人労働者などへの影響をお聞きします。お話をお聞きするのは移住者と連帯する全国ネットワークの副代表理事で国士館大学文学部教授の鈴木エリコさんです。鈴木さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まああの4月の上旬にですね。 えまあ国のレベルで緊急事態宣言が出されて、そしてまあ全国に広がり、今、多様な職種、多様な業種にまあ経済的な影響が及んでいるんですけれども、うん、まあこのです、ね、新型コロナウイルスの感染拡大で、今、まあ、日本で暮らしている外国人の方、たくさんいますけれども、まあ、いろんな立場で来日されているので、まあ、一つ、一概にこうだというのは、うん、あのお答えが難しいかもしれないんですけど全体として今、どういう状況が起きているんでしょうか。 と基本的にはこの社会で暮らしているのでこの社会で暮らしてる私たちと同じ困難に直面しています。仕事がないとか仕事が減ってしまったとかあるいは家賃が払えないとかあるいは子どもの学校が休みだからどうしたらいいだろうってそういった悩みは共通しているんです。ただし、うん、日本人人よりりも外国人が困難に思ううこととといいえばやはり在留資格という、うん 特別な資格の中でその範囲内で日本での活動が認められていたりあるいは在留期間という期間が決められていたりするとさまざまな制約がある、うん、そうするとその制約の中では、うん、私たち以上に選択肢が限られてしまっているそうすると困難を乗り切るための術もどうしても少なくなってしまって結果的により、まあ、根拠してしまっているという現実があります。うん、が外国の方々に得意な雇用体系とか、 労働によって影響を受けているのはどういうことがありますか一番に言えることは間接雇用が非常に多いということなんですよ間接雇用に関しては1990年に施行された入管法の影響で日系人 が、うん、えっとまあ、就労に制限のない在留資格を付与されたことによって、まあ、間接雇用が非常に拡大したというのが大きいと思います。そして、また90年代って結構自動車や電気機器産業が拡大していったところなので、そういった工場いわゆる企業城下町なんかに多くの日系人が間接雇用の形で働いたなので、今でもえっと。日系人は半数以上がブラジル人は50何。何パーセントが間接雇用。です、うん あそうなんですねペルー人も4トで、間接雇用って結局、あの住居とあの仕事がセットになっている場合が非常に多いんですね、その就労場所が変わる中で、そこで住居が提供されていく、そうすると、あのリーマンショックの時もそうだったと思うんですけども、仕事を失うことが住居に失うということに直結してしまうということがある、うんうん、それはやっぱり大きいですね。 で、また、その中には必ずしも単身ではなくて、家族を持っている。子供がいて、その住居を失ってしまうっていうこともあります。また、子供の、えっと、精神面でも非常に大きな影響を与えると思うんですよね。うん。うん日本全体で、今、非正規雇用が四割弱ですよね。うん、はい。でも、うん。間接雇用は日本全体で三パーセントいかないです。あ。そうなんですね。そうです。 なのに大学人は20%超えてます。企業の側からしても、間接雇用っていらなくなったら切れるから楽なんです。生雇用以上に間接雇用は、より、うん、あの生産需給に応じて労働力の調整がしやすいということでそ、うん、れって何かというと、やっぱり最も切り捨てやすい労働力の配置のところに外国人が置かれてしまってるってことなんです。なるほど。 まあ実際日本というのはですね、まあ、外国人の方日本にいらしてあの、まあ、在留資格という言い方ありますけど、まあ、入国管理というか、まあ、ある種外国人として管理されてる立場というような側面が大きくてその全体像ってなかなかこう把握しにくい面もあるんですけれども、うん、日本で暮らす外国人大きく分けると戦後新たにやってきた いわゆるニューカマーの人たちと戦前からいわゆる日本の植民地支配を背景に日本にえっと継続して暮らし続けている人そしてその資本と子孫の人たちというまあオールドタイマーオールドカマーと呼ばれる人大きく2つに分かれますでよく外国人労働者といってえっと取り上げられる数値っていうのは基本的にニューカマーの人たちなんですねニューカマーの人たちの在留資格というのは大きくまた2つに分かれていて1つは 活動に基づくもので例えば大学の先生としてあなたは日本にいていいんですよ留学生としていていいんですよというふうに日本で行っていく活動に制約がある人たち。 もう一方は、えっと、活動には制約がないのでどんな仕事でもできる人たちという大きく2つに分かれているんですがただ1つは活動に基づく在留資格すなわち、えっと、日本で行っていい仕事に制約がある人たちは日本人も仕事を失ったりあるいは、えっと、シフトを減らされたりしている状況の中でじゃあ仕事を失ったからといって自由に。 就職活動できるかというとその在留資格の範囲内でしか基本的に原則、うん、仕事が探せられないという制約があります。また留学生の場合には例えば卒業してもう帰ろうと思っていたそうなってくるとアパート引き払ってます、寮出てます、でも帰るだけだと思ってたのに、えっと、帰れなくなってしまった。で母国もやはりコロナの影響で経済的に低迷すると親から支援を受けるということも難しくて本当に 食べるものもない住むところもないしかもたとえた今あの飛行機が何とか飛んだとしても非常に高いんですね、飛行機代が今そうするととてもその金額を持っていないだから本当に路頭にる迷うしかないっていう人たちもいますもうタイミングというか帰るタイミングをしてしまって今いらっしゃるという方も要するに なかなか可視化されないけど現実にはいらっしゃるってことですね。基本的に春ちょうど卒業のシーズンなので、うん、留学生であの帰国困難になっている子はかなりいると思います。あかなりいると思います。まさにこれからあの実際に給付が始まろうとしている十万円の特別給付金というこれはあの外国人も対象ですよとかなり国の方は PR しています。うん、これは皆さんに等しく。 きえっと国が言ってる外国人の対象者は住民基本台帳に乗っている人ということなので日本で暮らす外国人の中には住民基本台帳に乗っていない人もいますで住民基本台帳に乗ってないっていうとそれは非正規の人じゃないかっていうイメージを持つ人が多いと思うんですけども、はい、合法的に滞在してる人であったとしても住民基本台帳には乗ってない人もいるので、ええ、そういった人たちはせっかくのない人もいるのでそういった人たちはせっかくの 支例えばどういうケースの方がいらっしゃる一つはあの一番分かりやすいのは外交と公用の人たちっていうのは外交官や外交官の,あのところで働く運転手さんや料理人なんかは対象外です、うん、もう住民基本台帳には載っていませんまた合法的な滞在者であっても住民基本台帳に載るのは三月 を超える在留期間を持った人なので三月三ヶ月の人は乗らないんですよ、うん、あの技能実習生というのは何かこう問題があるようなことっていうのは起きていますか通常ならばあの特別定額給付金の対象ですただし、うん、ちゃんと届くのかなっていうのが非常に不安があってそれは私たちもあのまあ管理団体や、はいえっと、受け入れ企業の、まあ 集合住宅のようなところに住まわされてしまっていて、えっと、ちゃんと本人が申請できないんじゃないかということを、あのー、心配したので、まあ、外国人技能実習機構等々に申し入れをすることによって、技能実習機構から管理団体と受け入れ企業向けに周知の連絡があって、うん、ちゃんと技能実習生一人一人の手元に行くようにしてくださいという通知がちょうどようやくつい先日出たので、なんとかそれで。 あの対象になってくれるといいなって思ってますただ、うん、あのー まあ、シンガポールのニュースなんかで皆さんご存知かもしれませんが、はい、あのシンガポールは優等生だと言われたのに結局、えっとまあ、外国人労働者が非常に劣悪な環境の中で、えっと、集団生活をしていてそこでコロナが発生しているっていうことがあったと思うんですけども日本でも多くの技能実習生ってやはり集,あの集団でより密の状態で暮らしていて。でうーん、まあ すべてとは言えないですけども衛生状況も必ずしもいい状況ではなかったりする中で、えっと、働いていたりあるいは暮らしているということは、うん、感染の危険性ということでは、うん、えっとリスクがちょっと高いのではないかなということはちょっと危惧しています今お聞きしてですね日々起きていることがさらに、まあ、このコロナの問題によって。 顕在化しているというか、うん、よりひどい形で、まあ、今こう出てきているのかなという,ふうに思うんですけれどもあの移住連ではその外国人の方々を支援する取り組みを始められるというふうに聞いているんですけどこれはどういった取り組みを始めようとされているんでしょうか。 1一つはあのこのコロナの影響がさまざまなところに出始めていずれもともとネットワーク組織で、はいえっと、直接支援はしないんですけども全国からいろんな声が届くんですねでそれがすごく切羽詰まっているんですよ、うん、もうその本当に食べるものがないとかもう住むところがないっていうでそういった中で、まあえっと、何ができるかといった中で こといいろろロビングしながらしていって一つはそのこれまでの支援制度がちゃんと外国人にも対しても適用されるのかということをまあ担当省庁と交渉しそれを確認するというのが一つなんですけども、はい、でもやっぱり現金が必要 の本当に生きるためのものがないっていう人たちがいて、で特別給付金というのがせっかく、えっと、支給されるのに、その対象外の人がいるって言って、うん、そもそもあの私たちの立場としては対象外っていうのがあ,りあってはいけないと思うんです。それは合法であろうと非合法であろうと、一緒にこの社会で暮らしていて、同じ困難に直面している人たち。 の中何にもかかわらず一部の人を排除するということそしてなおかつこのコロナへの対応でということを考えるのであるならば感染症予防のためには適切な一食銃が提供されて感,の感染症にかかることを防がなければいけないのにそれが提供されていない人がいるということは感染症のリスクを高めることになる。うんその 保険衛生的な側面からしても、給付の対象外の人があってはならないというのが私たちの立場です。したがってそれに対しては、えっとまあ、ロビングを続けていこうと思うんですけども、ただし、おそらくそれで全ての人が対象にはならなかったとしたときに、ロビングをするだけでは自己満足になってしまって、今困っている人はロビングよりも 自分を助けて欲しいんですよそしたらじゃあ本当にもうとにかく直接渡すというのが一番だろうということで、うん、今回はもうあの初めてのことですがあの、まあ、基金を募って、はい、で、えっと、寄付を募ってそれを必要としてる人にとにかく確実に渡していこうでこれは私たちがやるっていうのではなくて、ね、私たちがやることによって彼ら彼女らの存在をに気づいてほしい。 うん、そして彼ら彼女に対する支援というのを私たち以外のところでもさまざまな形そのお金が出さのを出すだけではなくてまあ例えばえっと無料で宿が提供できますよであるとかあるいは食べ物をこんなふうに提供できますよっていうそういう市民の力あるいは市民の共感をとにかくこの運動の中で高めていきたいというのと最終的には市民の力を持って公的な 国や自治体が変わっていってていいほし今回のように給付金の対象外にしたっていう決定が市民の行動を見ていやそうじゃない方が良かったんだっていうふうにゆくゆくは思い直してほしいっていうのが最終的な目標ではあるんですけども、うんまあ、とりあえずとにかく困ってる人に生きようよ生き延びようよってこれは具体的に えとどのくらいを目標にして集めてどのくらいの金額をお渡しになるっていうことは何か目標値はあるんですか一応目標としてホームページには2000万っていうのを掲げていてで、えっと、1人1回1か月3万円なんですね。なので、うん、2か月目3か月目で,で、まあえっともちろんあの基金の制約がありますけどもその基金の余裕があれば1か月ごとに3万円っていうことも 抵抗可能なななようなシステムにはなってますまああのこれからの緊急事態宣言は一旦解除になっていくものの、まあ、この先、まあ、長期にわたって経済的な状況とかあるいはまあ国境に関して言うとしばらくはやはり厳しい状態が続くと思いますけどもあの鈴木さんの今後の見通しとか、まあ、これからの取り組みっていうのあたりはどのように考えてらっしゃるのはあの。 最も弱いものが最も大きな影響を受けてしまっていて近年、なんか景気が良くなって外国人、外国人受け入れようとかというようなことを言っていたにもかかわらず一方で、えっと、景気が停滞してくると真っ先にシフトを減らされたり真っ先に、うんえっと、解雇されるのがやっぱり外国人なんですよね。 それっていうのは、すごく再びもう一度私たちが考え直さなければいけないと思います、一方で人口減少だ、労働不足だ、外国人を受け入れましょう、多分が強制だって言ってたのは何だったのって思う部分もあるので、もう一度、共に生きる、共にこの社会を作るってどういうことかということ、そして労働力じゃなくて、労働者として、人間として受け入れるときには、困ったときはやっぱり同じように助け合い、そしてセーフティーネットも同じように対象にする。 それだけの覚悟がなければ受け入れるっていうことをそもそも叫ぶことしたがってここで改めて彼ら彼女らの置かれている脆弱性というのを私たちが知りそういった状況をいかに改善していったらいいかといったことにもっと、えっと、力を入れていかないとどうしても困難。うん 状況というのは日本人以上の制約がある中で、えっと、影響が大きいと思うのでこの機会にどんな困難があってその困難というのはやっぱり日常の中でこの困難を少しでも穴埋めしていくような努力をしないと非日常的な場面になればもっと大きな影響を受けてしまうそういったことを私たちがこれから、うん 本当に共に生きるっていうことをもう一度見直す時期かなっていうふうに思ってます。ありがとうございました。まさにねあの皆さんがなさる取り組みなどを通じてこれをまあ私たちの社会の社会化するというかこう広げて共有していけたらなというふうに思いました。あのぜひまたあのご報告をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。